親戚に中3になった双子の男の子がいるのですが、近頃思春期らしく双子としてセットで見られるのが嫌、けど別々の扱いをされるのもそれはそれで嫌とした矛盾した難しい心境を持っているようです。お二人にはそんな時期ありましたか？僕らはないですね。双子をセットとして見られるっていうのは嫌だったけど、うん、別々の扱いされるのもそれでそれで嫌とは全く思わない。まあ双子としてセットで見られるっていうのは別にセットで見られてもいいんだけど、俺たちの場合はその内面的にセットで見られるっていうよりも外見的にセットで見られるって方が嫌だった。あそこに双子いるねって言われて指さされるのが嫌だっただけ。内容はもう双子だからしょうがないから、もうそれは別に何とも思わなかった。まあまあ見ちゃうよな、でも双子いたら。まあ見て、まあ、これは分かるよね、うん、男の子でしょ、特にそうだよね。女の子はね、一緒に女の子はいいんだよ、女の子はいいんだよ。そうそう、女の子はいいのよ、ブスじゃなきゃ。ほんとそう、ほんとそう。まあこれ地上波で言えないんだよ、マジで、うん、ブスの双子って地上波で言えないの。で、タッチさんも全く同じこと言ってんだから、うん、タッチさんも僕ら明るくてこの見た目だから、うん、このタッチさんが言ってたのはすごい前向きな発言なんだけど、うん、あの二人いてよかったって。一人でこの見た目のフォルムだったらいじられて終わったけど、二人いたからそのいじりを笑いに変えることができたって。そうそうそう、これはすごい前向きだよね。前向きだ。そうなるしかないよね。そう、タッチさん確かに深いわ。これものすごい深い。これ深い、確かに。